イドさん、キーヤ。よう。お。やあ、先に来てたのか。他のみんなはまだ集まっていないみたいだな。私たちは少し早めに来てしまいましたので、シュリさんにニッシーの可愛さをレクチャーしていたところです。いや、違うからな。別に可愛いなんてこれっぽっちも思って。ごまかしても無駄です。先ほどからシュリさんの気になるオーラをバッチリ感知していますから。なんだそのオーラって。仲良しだね。ここでこのまま他の人たちを待つかな。それではお二人にも改めてお伝えしましょう。ミッシーがいかにその愛らしさでゼムリア大陸の平和に貢献しているかを。おお。まだ続くのか。おい、あんたも見てないでストップしてくれよ。まあ諦めてくれ。ティオはミッシーに関してはとことん入れ込んでるからさ。すでに諦めモードかよ。ここがミシュラムワンダーランド。すげえな。へえ、私も初めてだけどなかなか楽しめそうじゃない。アトラクションとかも結構あるのよね。ま、正直1日くらいじゃ回りきれないほどあるっすね。今日はビーチで昼過ぎまで過ごしちゃったし、今からだと代表的なものを中心に回った方が良さそうだね。代表的なものというとどんなものになるのかしら。やっぱり左手に見える観覧車は外せませんね。ファミリー、カップル、どちらにも人気があります。眺めはとにかく最高ですよ。最後の締めにとっておいてもいい場所かもしれません。なるほど。ワクワクしてきますね。代表的なものというと中央の城はまさにそうですね。鏡の城、このテーマパークのモニュメント的な場所だそうです。願いを叶える鏡というのが最上階に置かれているらしくて、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うなんて言われていますね。あら、ロマンチックね。まあやっぱりカップルとかファミリーが多いっすね。何せその鐘を鳴らす紐が左右に2つついてるくらいだし。確かにそれは一人で鳴らすと切なそうだな。なんかやたらと不気味そうな屋敷だな。ありゃ俺も知らねえな。最近できたアトラクションか。ええ、テーマパークでも一番新しい施設みたいですね。ホラーコースターといってかなり本格的らしいですよ。その情報でしたら私も調べておきました。どうやら最新技術を駆使した恐ろしくエキサイティングなアトラクションのようですね。そんなものが新しくできたんだ。ベルったら一言も教えてくれなかったのね。いいわね、テンション上がってきたわ。他に定番はないのかしら。アトラクションじゃないけど
占いの館ってのも定番だね。なんでも去年入った占い師がかなりの凄腕だっていう噂だよ。相性占いから伏せ物探しまで何でもござれって話ですよね。エキゾチックで謎めいた美人の占い師さんらしいです。それはちょっと気になりますね。東方系の戦術師かしら。それを言うならミッシーの追っかけも外せないのではないかと。パークを巡回している彼を追いかけていくという趣向です。運が良ければ彼の妹であるミーシェというキャラにも会うことができるとか。そうなのか。ティオスケの目がマジだぜ。そういえば休憩できる場所というのはどこかにあるのかしら。ああ、左のアーケード方面に休憩所がありますよ。ちょっとした軽食なんかも出されていたと思います。なら、そこを中心に集まるといいかもしれないわね。なるべく私はいるようにするから。みんな、貧血とか具合が悪くなったら遠慮なく来てね。セシルね、こんな時まで看護師魂を発揮しなくても。ええ、さすがに申し訳ないです。しかし考えてみりゃセシルさんに解放してもらえる絶好のチャンスってことか。ダンディさん、本音は控えた方がいいかと。まあほどほどにしてあんたも楽しみなさいよね。普段遊んでないんだからこんな時こそはしゃがないと。わかったわ。それじゃお言葉に甘えて。晩餐会があるから遊べるのは夕方まで。みんなチケットを渡すからここからは自由行動にしよう。遊びたいアトラクションがあればそれぞれ適当に組んで入る。そんな感じでいいかな。ええ、いいんじゃないかしら。了解です。わかりました。よし、遊ぶぞ。テンションマックスです。やれやれ、元気だね。ねえシュリー、一緒に回ろう。だから引っ張るなって。なんだか学生時代を思い出すわね。
こちらのアトラクションは観覧車サンシャインボールです。ゆっくりと一周するゴンドラからミシュラム最高の景色をごゆっくりお楽しみいただけます。よろしければどなたかとご一緒にいかがですか？誰を誘おうかな。よし、ワジを誘ってみよう。ではチケットをお預かりしますね。2名様ご案内いたします。そういえばワジは観覧車には乗ったことあるのか？実はあんまり。クラブの客とミシュラムに来るときはバーみたいな静かな場所なんかで会ってることが多いからね。そういう意味ではテーマパーク自体も割と新鮮かな。へえ、なんだか意外だな。俺の方は初めて観覧車に乗るからか結構緊張してるんだ。考えてみれば絶叫系でもないのに変な話だよな。いや、観覧車ってのは意外と怖い乗り物に分類されると思うよ。高いところってだけで苦手な人もいるし、万が一ゴンドラを吊っている連結部が壊れたりしたら大惨事になっちゃうだろうしね。いきなり不安になるようなことを言うなよな。スリルが生まれていいじゃない。まあ今は観覧車を楽しもうよ。そろそろ頂上に着く頃か。さすがに高くなってきたけどゴンドラの動き自体は意外とゆっくりなんだね。長く景色を楽しめるようにってわけなんだろうけど、いわゆる吊り橋効果も考えてそうなってるのかもしれない。ああ、恐怖で速くなる鼓動を恋愛感情と錯覚するっていう、なんだか聞いたことがあるな。カップルも多いって話だし案外当たってるかもしれないな。密室に二人きりのこの状況、君との愛が芽生えてしまっても何らおかしくない状況だよね。いやないない、それはないから。釣れないな。僕の気持ちは本気なんだよ。だからそういうのはやめてくれって。やっぱり君ってからかいがいがあるよね。そろそろ到着みたいだな。ああ。なかなか楽しかったよ。ああ、俺も誘ってよかったよ。それじゃ、また後でな。ああ、また後で。
占いの館へようこそ。ここでは凄腕占い師の先生にいろいろと占ってもらえちゃいます。2名様までお入りになれますが、どうされますか？誰を誘おうかな。よし、リーシャを誘ってみよう。チケットをお預かりしますね。それではお入りくださいませ。いらっしゃい。さあ、こちらの椅子にお座りなさい。はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だな。ええ、顔は隠れていますが、とても美しい人みたいですし。どうしたのかしら。人の顔をジロジロと見て、順番待ちの人もいるからすぐに取り掛かりたいのだけど。あ、すみません。よろしくお願いします。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。血液型ですか？ええ、正確に占うために必要になるものなの。もちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。私も O 型ですよ。奇遇だったな。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあ、リーシャ、何か占いたいことはないか？私が決めてもいいんですか？そうですね。この間、子猫探しの件であったシャーリーさんですけど、彼女とまた会うご縁があるのか、ちょっと占っていただけませんか？リーシャ。ええ、そのくらいならお安いご用よ。これはあなたとシャーリーという名の娘、再びクロスベルでまみえるという暗示が出ているわ。それがいつどんな状況かはわからないけれど、その時は必ずやってくるでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。なるほど、ありがとうございました。ブラッディ・シャーリー、やっぱり気をつけておかなくちゃ。へえ、なんだか意外だな。マリーの事件の時にちょっと関わったくらいだけど、そんなに気になってたのか？あ、いえ、他に占ってもらいたいことが思いつきませんでしたから。それにとっても可愛らしい子でしたし、機会があるならお話ししたいなって。あれで相当危ない子なんだが、エリーの件を考えると別の意味でも危険そうだし。エリーさんの件？ああ、いや、なんでもないから。ちょっと、すごい光景を想像してしまった。お嬢さん、よろしければこちらの彼が何を考えていたか占って差し上げましょうか。勘弁してください。あの高等な戦術、もしかしてあの女性は。リーシャ、どうしたんだ？いえ、不思議な体験ができてとても楽しかったです。俺もだよ。さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。はい、また後で。
鏡の城へようこそ。よろしければどなたかとご一緒にご入場されることをお勧めしますが、誰を誘おうかな。よし、エリーを誘ってみよう。ではチケットをお預かりします。確かにお預かりしました。これが鏡の城か。テーマパークの象徴ともいえるアトラクションだそうだけど、なんというかすごいとしか言いようがないな。あそこにあるプラネタリウムで幻想的な雰囲気を作ってるみたいね。リベールに留学していた頃に王都のグランセル城を見学したけど、雰囲気では引けを取らないと思うわ。それは本当にすごいな。さすが IBC ってところか。そういえばここには願いを叶える鏡ってものが置かれているって話だったな。ええ、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うと言われているわね。聞いた話では城の最上階に置かれているそうだけど。じゃあひとまず最上階まで登って探してみようか。ええ、わかったわ。ここが鏡の城の最上階か。どうやらあそこにあるのが話に出てた鐘みたいだな。鳴らすための紐も左右についているわね。話に聞いていたもので間違いないでしょう。とするとあの大きな鏡が願いを叶える鏡か。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うらしいけど、いざとなるとなんだか緊張してくるわね。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。ええ、行ってみましょう。それじゃ、早速願い事をしてみよう。この鏡の前で願いを言えばいいのかな。
多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと思うわ。それじゃあやってみましょう。こんなところかな。ええ、私も終わったわ。ところでロイドは何をお願いしたの？まあ普通すぎてちょっと照れるんだけど、クロスベルをこれからも守っていけますようにかな。もちろんキーアやエリーたち支援課の仲間も含めてね。あなたらしいわね。そりゃどうも。そういうエリーは何をお願いしたんだ？私は父と母が幸せに過ごしてくれてますようにかな。エリーのご両親って前に話したわね。10年前に離婚してそれぞれ共和国と帝国で暮らしているわ。今も手紙や動力通信で時々連絡を取ってはいるけど、ほとんど顔は見られていないわね。やっぱり寂しいよな。俺も幼い頃に両親を亡くしたけど、兄貴やセシル姉がいたからそこまで寂しくなかったし。私にもおじい様がそばにいてくださったし、寂しいというわけじゃないの。どちらかというと心配っていうのが正しいかしら。心配？父と母は時々私の近況を心配して連絡をくれるけれど、それが私を置いて出て行ったことを未だに後悔しての行動だとしたら、それはあまりに苦しいことだと思う。あの人たちはとても真面目だから、過去を忘れて生きるなんてことは決してできないタイプなのよね。あれから10年も経ったんだし、そろそろ新しい人生を歩んで幸せになってほしいなって思って。過去を忘れて新しい人生をか。でもそれが正しいとは一概には言えないんじゃないか。うん、分かってる。過去があるからこそ今の私があるわけだしね。でも父と母にはどんな形でもいいから幸せであってほしいなって。ごめんなさい、変な話をしちゃったわね。いや、そんなことないさ。エリーのご両親の幸せ、俺も願わせてもらうとするよ。ありがとう。一緒に城を歩けてとても楽しかったわ。それじゃあ私はそろそろ行くわね。ああ、また後でな。また。
ホラーコースター。人呼んで、ルナティックゾーンへようこそ。こちらは、モンスターの住まう館を、たった一丁の動力銃で駆け抜ける、恐怖のアトラクションでございます。よろしければ、どなたかとご一緒にご入場されることをお勧めしますが。誰を誘おうかな。よし、ランディを誘ってみよう。ホラー系はお目当ての女の子と入るのが定石なんだがな。まあ男二人でも楽しいかもしれないしさ。早速入るとしようか。まあせっかく来たし付き合ってやるとするか。ではチケットをお預かりします。モンスターを倒すための動力銃は乗り物内に設置されております。どうかご無事に帰られますよ。歯応えありそうじゃねえか。ギギ、ホラー系にしてはなかなかよくできてたよな。相手が綺麗なお姉さんじゃなくてお前だったのがちっと残念だが。ま、それじゃ、また後でな。あ、よし。歯応えありそうじゃねえか。
ゲゲ。Thank you.
ようこそ。ここは願いを叶える鏡のある。よろしければどの誰を誘おうかな。よし、ランディを誘ってみよう。ではチケットをお預かりします。確かにお預かりしました。幻想的な鏡の城の探検をどうかお楽しみくださいませ。それじゃあ一緒に最上階にある願いを叶える鏡を目指そう。おう、行ってみるか。最上階に着いたな。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うって言われてるが、さてどんな願い事にするかね。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。いよいよだな。あとはこの鏡の前で願い事を思い浮かべればいいはずだ。そんじゃやってみるか。こんなところかな。俺も終わったぜ。んでロイド、お前どんな願い事をしたんだ。俺は最初に来た時に一番の願い事はしちゃったからな。同じ願い事をするのもなんだし、ランディの願いが叶いますようにって願いにしたよ。お、マジでか。いやー、さすがはロイド、タイミングのいいやつだぜ。ランディはどんな願い事をしたんだ。俺か。そりゃもちろんクロスベル、お姉さんたちとのウハウハなハーレムを。わかった、もういい。聞いた俺がバカだった。おいおい、男なら誰しもが夢見る状況だろうが。セシルさんたち、ナースさんに、遊撃士のエオリアさん、クロスベルには俺好みのお姉さんが盛りだくさんだからな。あのな、そんな妄想にセシル姉まで参加させるなよ。ま、ある意味安心したよ。絶対に叶うわけない願い事だし。ズバリ言ってくれやがって。ははさてはお前羨ましいんだな。安心しておけ、願いが叶った暁にはお前にもいい思いを。いつ誰がそんな心配をしたんだよ。まったく、願い事はしたんだし、さっさと行くぞ。絶対に叶うわけない願い事か。このままずっと仲間として俺には虫が良すぎるわな。男二人でも結構楽しめたな。んじゃ、俺は他に行ってるぜ。なあ、また後だな。お、じゃあな。よし、ティオを誘ってみよう。ではチケットをお預かりします。確かに幻想。それじゃあ一緒に最上階にある願いを叶える鏡を目指そう。はい、行ってみましょう。
最上階に着いたな。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うそうですが、いざとなるとなんだか緊張してきます。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。はい、行ってみましょう。あとはこの鏡の前で願い事を思い浮かべればいいはずだ。はい、やってみましょう。こんなところかな。はい、私もです。参考程度にお聞きしたいのですが、ロイドさんはどんなお願いを？俺は最初に来た時に一番の願い事はしちゃったからな。同じ願い事をするのもなんだし、ティオの願いが叶いますようにって願いにしたよ。なるほど、それはありがとうございます。どういたしまして。そういうティオは何をお願いしたんだ？ロバーツ主任のうざさがもう少しマシになりますようにです。さすがにかわいそうなんじゃ。冗談です。本当は私の生きる意味が見つかりますように。以前ロイドさんたちにも話したことがありましたね。3年前ガイさんに聞こうとして聞けなかった質問の答え、それは教団事件を乗り越えた今でもまだ見出せていません。ティオ、言っただろ、そんなのが分かってる人間なんてそうそういるもんじゃない。答えを探すのに焦る必要はないし、一人で探す必要だってないんだ。ええ、もちろん分かっています。焦ってなんていませんし、皆さんが力になってくれることも今の私には理解できていますから。でもこれは私の人生における命題とも言える問いです。だからいつか絶対に答えを見つける、そういう意思表示も込めて鏡に願わせてもらいました。そうか、悪い、余計な心配だったみたいだ。そういうことなら俺も改めて意思を示させてもらおうかな。ティオがいつかその答えを見つけられるように俺たちも力を貸していくよ。よろしくお願いします。鏡の城、一緒に回れて楽しかったです。それでは一旦失礼しますね。ああ、また後でな。ええ、ではまた。